次の一番こじ入れていく赤の外、しかし出ていく、あーっと突き落とし、朝青龍敗れました。若の里土俵際逆転、あっと横綱がなかなか立てない、朝青龍なかなか立てません、右の腕を押さえています。右の肘あたりを押さえてますね。これは大波乱です。顔をしかめました。なかなかこの土俵上で少々痛めてもそれを姿に出さない朝青龍ですが、これは怪我です。若の里結びの